けどいて。被害者の男性は有明館長、この美術館のオーナーですね。これはダイイングメッセージですな。つまり犯人はヤスってことですね。いや、何かの暗号かもしれない。なるほど。でもだとすると容疑者を絞り込めませんね。いや、メッセージを残すということは犯人は被害者の知っている人物ということでしょう。なるほど、確かに。すぐにこのパーティー会場にいる被害者の関係者を洗ってください。わかりました。停電中に殺人が起こるなんて怖いわ、テバン君。大丈夫だよ、長姉ちゃん。おいおい、大丈夫か、このパロディ。それでは早速一人ずつ、先ほどの停電中にどこで何をしていたかご説明いただけますかな。どこで何をって、停電中は何も見えないのでここで明るくなるのを待ってましたよ。なるほど。そこのあなたは。僕もこの会場で明るくなるのを待ってました。他にできることもありませんし。確かに招待客の多くは動くことすらできないでしょうな。いや、ペンマル君、27歳サラリーマンなの？あなたは従業員なんですよね。俺はずっと厨房で麺揚げをしてたぜ。停電くらいじゃ俺の麺揚げを止めることはできないからな。なるほど。そちらのあなたは。我は神様じゃからな。暗くても見えるが、ごちそうをいただいておっただけじゃよ。神様を容疑者に入れんな。そこのあなたは。光はご飯を食べてただけです。本当です。冤罪になったらどうしよう。パパ、天国から光を守って。いや、そもそも悟られは冤罪にならんだろう。ではそっちのあなたは。柏でアイシングクッキーと言ったらミネット。教室ではお子様連れも初心者の方も大歓迎です。もうただの宣伝じゃねえか。柏のホビーショップミニチュアフォレストはアナログゲームの専門店。気軽に遊びに来てね。お前も。北海道札幌市のスープカレー専門店ピカンティもよろしくお願いします。千葉県放送圏内で言うことじゃねえ。あこ姉ちゃん大丈夫？くそ、ツッコミが追いつかない。これで全員ですが、何か分かりましたか？難しいですな。まあクラウドファンディングで投資したのに容疑者扱いですからね。そもそも3分弱で推理物をやるのに無理があると思います。パロ、いや、失敬失敬。出た、眠りのハシケン。吹き矢じゃ死んでない？ハシケンさん、大丈夫ですか？大丈夫、ブイブイ。ビクトリーは超電磁たこ焼き。ちょっと昨日はタコパでパリピのナイトプールだったから、インスタ上げ上げで寝不足の揚げたこ焼きだよね。投資してくれたゲストに変なこと言わすな。さて、冗談はこれぐらいにして、犯人が分かりましたぞ。本当ですか？ええ、謎は全て解けました。じっちゃんの名にかけて。無理やりボケるのもやめなさいよ。美術館のパーティーで停電に紛れて起こった殺人事件、その犯人は。関係ないやつ混ざってない？時間がないのでまた来週。最後に古典来た。おかしいわ。してね。